り発射ならごとに、パート19です。前回、白夜様の収容に失敗して、前線を諦めて下層線に入り、何もない宇宙室に収容したところからのスタートです。どうせこの週はループ駅なのでさっさと1日を終えまして。おっ、愛ちゃんいるじゃん。愛ちゃん入れれば白夜以外はアレフ揃うんですよね。涙袋おばさんから地味にきついミッションを受けましたら、37日目を始めます終わりました。今回サクサクいかないと100足りなさそうなんですよね。適当に女王蜂を選んだら、北欧地味などフェイントかまして、やってきました38日目。本日はゼブラー抑制を敢行します。はい、用意スタート。こんにちは。サクサクな挨拶を決めたところで準備を始めましょう。職員をエレベーターに突っ込みます。そして今回のキーマンラインハルト君。彼はとりあえず列車の近くに置きます。他のチームも移動指示を出しましたら、鎮圧を始めましょう。第一形態を担当しますは第一世代の職員。から、オベリちゃんを抜いた4人です。彼女は別の役割があるので、と、なんかいい感じのポジション。このまま攻撃始めましょう。あら、ビット君スルーしないで。これピンク中毒アタックセンター？第一形態の作戦は挟み撃ちしながらひたすら叩きます。回避とかは特にしないゴリ押しです。アップオンボンジョー、ちょっと気づくの遅れちゃったな。ラビットくん食らいそう。あいたー、耐性 0.4 で39ダメージか。思ったより大丈夫だな。ゼブラーさんの大移動でオフィサーが対応してたので、大鳥くんをよしよししてご機嫌を取って、一般人をリンチして兵隊くんを元気づけます。せっかくだからいろんなコミで番をあげましょう。というわけで情報チームの皆さんです。見事に全員白100点だなこのチーム。シールドでどうにかなるかな？トム君は一定途中だし一旦乗れてもらいましょう。せっかくにオリーブ君を狙っていく。オリーブ君も一定途中なんですけど、あ、でも避けられた。やっぱ整理ステータスって大事だな。ランジはちゃんと回避しようね。痛い。どう考えてもライン武器じゃないダメージ出てるんですけど。あ、でも一発は耐えられるのね。いや、赤い目もいていな。一旦ちょっかいかけるのやめて。なんかバットリ君がいて。あ、帰った。もっかい一般人リンチして。次の組行きます。次に戦いますのは安全チーム。地味にアレフ武器4本の強強部門です。なんか格闘場感出てきたな。さっきより強いから特に言うことねえな。CPU ならこの中に事前防御の職員がいるので、SP 回復は多少サボれます。と、大論調。今回は避けられました。なんか脱走してるー。なんか脱走してるー。シールド打って、シールド打って、シールド打って、そういえば移動シーン打つの忘れてて突然はアップした見ていない新入ラインハルト君にお団子の足止めをさせて、第一世代に生態鎮圧させてたら、大鳥君が脱走して、ビクター君それやっといてー。お団子鎮圧隊が到着しましたら、本格的に大鳥鎮圧始めましょう。利用されるのだーれだ？クーパー君、これはラッキーじゃ。遠距離武器持ちの方が回避させやすい。多少無理させてもどうにかなるしね。というわけで大鳥駆除を終えましたら、第一形態を終わらせます。総員回避。教育チームに行きました。したらば第二形態鎮圧行きましょう。開いた。0.5 じゃ結構持ってかれるなー。というわけで編成し直しました。黄金鏡持ちのロバート君を抜いて、ダカーポ防具のチェ君を連れてきています。黄金鏡は効果力な上に敵の後ろに逃げやすいのが強いとこなんですけど、いちいち回避指示別で出すのが面倒だったので抜きました。あとダカーポ防具が使いたかったってのもあります。戦闘で目立った活躍できそうなのここぐらいだったので。あやべ体力見てなかったや。あいたー。え、これビッター君大丈夫か？大丈夫だったわ。さすが黄昏来てるだけはある。そんじゃ第2段階行きましょう。挟み撃ちしたいのに赤い霧が壁とにらめっこしてる。見づらいなー。というわけで、ビクターの不思議な踊り。やあ赤い霧さん顔真っ赤ー。うまいこと釣れました。ちょっとビクター君の SP 怪しくなってきたなー。回避させるかー。やりー。防具の白耐性はいいけど武器が貧弱だなー。別のつけらよかったかな。ガンガン補充のために作業入れて、陣地して、陣地して、列車作業入れて、暴走起こして。審判取り脱走はめんどくさいな。まあラインハルトに任せら大丈夫でしょ。地味に青 0.8 あるし。やっぱセイナ副式一行か。地道に削ってレガートに持ち込んで、今回は回避方向も考えて、無事に移動を終えました。第二形態最後にオベリちゃんを連れてきました。あやべこれだカーポ当たってんな。結構削れてた危ない危ない。チェ君渾身のダンスで位置調整したら、慎重に削っていきましょう。ギリギリで寸止めして、全力で逃げます。
第三形態移行時の武器投げはちょっとシャレならんダメージが飛んでくるので、武器ラグのスリップダメージでやり過ごそうという算段でございます。ダメみたいですね。もう黄昏でご利用します。一旦決めたらおじゃ、あ、なんか思ってたんと違う。ビッター君後ろ逃げて後ろというか、なんで収容室と逆言ってんの君。うわ、言った。この仕事に意味なんかない仕事をして報酬を受けるただそれだけ。ごめんって。ビッター君の比喩なしに身を粉にするレベルの頑張りによって、迎えましたは第三形態。この形態から火力がおかしくなっていきます。というわけでタンク係のスローを呼びしました。本当にダメだせもんだなこいつ。とまあこんな感じです。第三形態で近接戦させたことないのでこれが強いのかよくわかんないんですけど、まあ割と戦えてるんじゃないですかね。でも避けられるやつは避けようね。シュバーン。あ、それ後ろでも食らうんだ。ジェス・キテアはさすがに痛いな。ちゃんと避けた方が良さそう。とここで黄金鏡をライフで受けまして、なんか脱走しました。バットリ君にどつかれながら、この神様から、バットリ君が召されました。これには大鳥君もこの表情、いかんのい。職員総出で出つき回って、無事へ帰りいただけました。兵隊君にも協力を煽って、第2ラウンド行きましょう。何気に後ろに攻撃判定ないのジェス・キテアだけなんですよね。後ろに回りやすくて助かります。あと今回コントロールチームなんでー。戦国槍が回避できます。覚えてるとたまに役立つ豆知識。ラインハルト君の HP が危なくなってきたので休憩中。これラインハルト君いらないんじゃね？真実に気づいてしまったところで、地味に危なかった列車君対処しまして、第2ラウンド終了。最後の行き先は抽出チームでした。6割方勝ちが確定しました。やったぜ。暴走レベルを上げたら試練が来ました。ガン無視して鎮圧に向かいます。せっかく抽出に来たんだからちょっと遊ぼうかな。時々ちょっかいを出して HP を削って、溶ける愛を脱走させます。化け物 VS 化け物。レディー、はい。愛ちゃんに赤い霧を鎮圧してもらって第4形態をより安全に迎えようという算段で。破産しましたー。ウェイ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 。赤い霧さんがまた壁とラブラブ窒息し始めたので、ラインハルト君に移動させてもらいます。ラインハルトの不思議な高速踊り。こんなことしてばっかだな、ここはダンスフロアか？踊れー。あ、ちょっと待って、次。ほんとこのゲブラーさん壁大好きだな。どうしたヒンヌーハカ。ごめんなさい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 ごめん。やっとこっち来る気になったみたいですね。ラインハルト、押してまいるずるー。おっ、最後特殊攻撃じゃん。かっこよく決めてくれたところでクソ運ゲー開始。職員は教育とコントロールの間のエレベーターに待機させてますので。今回は黄昏ダッシュの方がいいような気がするけど、黄金鏡だこれ。しかもそこラインハルト君絶対惹かれるじゃん。頑張れラインハルト。かわして10万ボルト。痛い。あれこれあんま食らってなくない？ゴールどこだゴールどこだ？あったー、中央第一。待機場所からかなり近いのでほぼ勝ち確定。ゲブラーさん入場。したらばみんなで行くぞ。というわけで、ゲブラー戦、ノーデスクリアでございます。正直一発でいけると思ってなかったので自分でもびっくりでございます。まあ第4形態の運営に勝っただけっちゃだけなんですけど、こんだけふざけ倒しててもクリアできるもんなんですね。なんか縛りでも入れたらよかったかな？まあその辺は番外編でやりましょうか。ササラちゃんの仕事増えるけど、あの実況元からだいぶ縛り緩いし誤差だよ誤差。このゲーム唯一ののほほんシーンを全力で飛ばしまして、守り抜く勇気をいただきました。ただ業務するだけでクリアできるクソ優しいミッションをいただきましたら、今回はここまでとさせていただきます。ふざけ倒したゲブラー戦、いかがでしたでしょうか？私は疲れました。楽しんでいただけましたら登録なりコメントなりいいねなりで意思表示していただけると、次の動画のアイデアなりモチベーションなりにつながりますので、もろもろよろしくお願いします。というわけで、ご視聴ありがとうございました。